行くわよ。離れないようにね。この先に物語視点が逆になるわ。注意して頑張ってね。メイドインヘブン。私はあなたの役に。これか。サポート効果を掘り起こす。これか。サポート効果を掘り起こす。私の働きを忘れないでください。来い、プッチシンプル。絶対に逃がさん。絶対に。決着はつける。因果を未来へ持っていくことはできない。ストーンフリー。離れた。感じたぞ、位置が来る。かっ。戻れ。お前に見せる。お前に見せる。お前に見せる。メイドイン。我が友。食い止める。に捧げ逃がすわ。やばい。やばい。しまった。我が友に捧げる。に捧げる。しまった。逃がすわけか。黒く。やばい。決着はつける。しまった。戻ってこい。お前にメイドイン。しまった。お前にメイドイン。我が友に捧げる。しまった。なんてこと。思い知れ。我が友に捧げる。我が友に捧げる。なんてこと。おりゃ。はっ。決着はつける。戻ってこい。お前にメイドイン。探求続ける。立て。まだ終わっていないだろう。戻れ。感じたぞ、位置が来る。かっ。スターンフリー。お前にメイドイン。我が友に落ち着け。思い知れ。戻ってこい。覚悟こそ。お前にメイメイドインヘブン。まずい。やばい。決着はつける。ダメ。戻ってこい。お前にメイお前にメイお前に命令す。ハッハッフッハッフッ。お前に命令す。メイドイン。我が友に捧げる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 。覚悟こそ幸福。ハッコンチ。決着をつける。逃がすわ。我が友に捧げる。ハッコンチ。決着をつける。時の加速により、加速の行き着く究極のところ、宇宙は一巡した。プッチのメイドインヘブンにより、エンポリオ以外の者たちは全員倒されてしまった。そしてエンポリオは一巡後の新しい世界でのグリーンドルフィンストリート刑務所にたどり着く。そこでエンポリオはウェザーリポートが死に際に残したディスクを用いて、彼のスタンドを発現させ、プッチを倒した。人の出会いも重力。あんたは因縁が切れなかった。私が死んだら人類の運命が変わってしまうぞ。人々は時の旅で見た運命を見なくなる。覚悟を知ることがなくなるんだ。覚悟こそ幸福ということを思い出してくれ。ここで私は死ぬわけにはいかないのだ。わからないのか。お前は運命に負けたんだ。正義の道を歩むことこそ運命なんだ。
やめろ、知った風な口を聞いてんじゃないぞ。このちっぽけな小僧が、ガバー。その後エンポリオは刑務所前のバス停でアイリンという名の女性と出会う。彼女はプッチが死亡したため改変された別の歴史に現れたジョリーンなのだった。あなた名前は？ほら乗りなさいって、お金なんて取らないんだから。名前を尋ねてくるアイリンに対しエンポリオは悲しみをこらえて自分の名を伝える。エンポリオです。え？エンポリオ、僕の名前は、僕の名前はエンポリオ。